こんにちは。こんにちは。こんにちは。アワベルニュースの時間です。はい。星野プロデューサー、皆さんいらっしゃいませ。星野プロデューサーいらっしゃいませ。ありがとうございます。連日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。今日はトピックが、はい。4つ。え、違う。2つ。4つですよ。4つ。まあ、いっぱいありすぎてちょっと大変で、まず、いっぱいありすぎて大変。新海藻、はい、新エモーション、うん、新美容院、あ、髪型と、多すぎて忘れましたね。新テクニック、そうです。あ、思い出した。すいません。そうです。私はその分いただいております。すいません、ありがとうございます。早速いっちゃいましょうか、はい、今回解放されるのは31回からですね、世界中みたいな。お、テーマ世界中。はい。前回白。大きな木ですね。前回白でしたね。はい、じゃあ早速見ましょうか。うん、はい。きますよ。海藻名がプラト。はい。いきまーす。美しい。うわ。RPG っぽい。え、降りれるんですか。これはどこがフィールドだ。うわ、すげえ、空飛べそう。あ、下降りれるんだ。なんかモンスターっぽいね。ルーどうやって降りるんですか。ピューンって。うわー、落ちた。すげえ、新しい。そうですね、まあ崖っぷちになってるところに向こう側に大きな木が。崖はよくあったけど落ちれなかったっすね。すっげー綺麗。アバベルは空飛べないですよね。空飛べない。お、また落ちた。あー、すげえ。羽もね、いくつかありますけどね、アバターでも。はい、スキルでも。超綺麗だな。超綺麗。世界中。え、壮大。どんぐり、はい、かわいい。あ、どんぐり。どんぐり。どんぐりかわいい。はい、まあ31回もう一個あるので。はい、もう一個いきまーす。はい、何これ。まあ似たような感じなんですけど、まあ。なんか大地のエネルギーが空を飛んでますよ。うん、ってか世界中でけー。なんかアバターみたいだな。アバター？あ、映画。ああ、ありましたね。あの、神と交信できるみたいな。すー、まあ、いろいろありますね。すげえ怖い。高っ。交信恐怖症。これ登れるんですか。あ、登れます、登れます。どうやって登れますか。なんか、登る場所がきっとあるんですね。あるんです。落ちても、まあ、上までまた断崖絶壁をこうヒューってこう、これ細い道を。ああ、なるほど。あの羊とかがこう壁にこうやって一生懸命横になって横になってくっついてるやつ。あ、終わったという感じになってます。晴れてて31階は美しい。い、うん、っちゃっていいですか。32階。あ、世界中のふもとに来てる。あ、本当だ。す、ね、好き。ラシドルトになります。ラシドルト。え、めっちゃ綺麗。神様いそう。これは神様、俺で神様、ね、音楽も綺麗。うわ、もう妖精っぽいのばっかりだ、うん、アルラーネでか。あ、ボスだ。ワニ、ワニ、トカゲ。ボスじゃないの、これ。中ボスですね。中ボス、はい。結構まあ綺麗な感じの、うん、すげえな、超幻想的、うん。登れんの？すげえ。これ見上げたら火見えるんですかね。上は見れないんじゃない。上の方までは。根っこですよね、これ。根っこです、ね、登ってんの。穴だ。33階はイミラブル。はい。ただ22階ののがもう一個あります。32階、まあ、似た感じになってると思うんですけど、滝もある。コロ、コロ、コログラ。すごい、めっちゃ綺麗、幻想的。あ、またワニいる。ワニとトカゲが合体したみたいな。あれ、顔二つね、あいつ。広いね。広いね。まあ、世界中のこの根元みたいな感じです、ね。
ってことは33階はもしかして世界中登っちゃいますよ。行ってみますか。行ってみますか、うん、33階どこ？どこ？道綺麗。中？一応多分穴があったと思うんで。ああ、あの穴に入ってる設定、はい、そうです。すげえ、めっちゃ綺麗。なんじゃこれ。これ神様いるわ。いますね。うわ綺麗。命を司る神様がおるわ。あれまた広くないですかこれ。なんかこれアトラクションの中みたいですね。すごいなあ。ボスだ。あーでけー。あれこれ21階層のドラゴン並みなんじゃないですか。いやどうでしょうね、もっと階層が上なんで。あーもっと強いと。なんか明らかに強そうっすよあいつ、うん。あ、特に殴りはしない。結構幻想的な世界になってる。超幻想的。めっちゃ綺麗。ポストカードになりそう。なりそう、うん。もう一個ございます。あ、開始がほぼ一緒だ。うん、さっき左に行きましたからね。次右に行く。映像も綺麗ですけど、相変わらず BGM も美しいっすね。またいた。まっすぐに殴ってほしい。殴れ。で、殴られろ。見てる、めっちゃ見てるボス。あ、終わった。また新階層追加。追加です。すごい、めっちゃ綺麗。世界中になります。33階。31、32、33階です。いやー、はい、すごい。まだまだどんどん高くなっていきます。高くなっていく。はい。未だゴール見えず。ゴールはまだ見えず。すごい。うん、じゃあ、はい、ボリュームたくさんございますから、はい、続きまして、何行きましょう。テクニカルいっちゃいます。テクニカルいっちゃいましょうか。新テクニカル、はい、ファイリックでございます。新テクニカルはあのラッシュとかあるところの受付でできます。何を稼ぎやすい場所になるんでしょうか。何を稼ぎやすい、まあ、まあ近しいところで、まあ、ラッシュとかと、まあ、上位版みたいな感じですね。お、上位版。新クイックバトル。クイック前もありましたよね。はい。それが新になりました。そうですね。これはまあボス、なんかすげえ。ボスを倒すっていう感じですね。この女の子のアバターもいいですね。お、このかっこいい剣士もかっこいい。やっぱりこの BGM 久しぶりに聞くとちょっとたぎりますね。燃えますねこの BGM。 あ、みんなで撮影したんですねこれ。はい。どこ行った。移動し、あ、天狗、あ、天狗じゃ。天狗の仕業じゃ。あれ時間短くね。いや、これカウント式。あ、カウントアップか。してるしてる。あれ全然減ってね。カウントアップで一つ早送り。おお。頑張れー。これも結構強いね。全然減らね。こんだけ燃やされたり雷食らったり。怒って行きました。あ、もうちょっとだ。倒れた。大王女。うん、あ、次の出てきた。
で次のマップに飛ぶとまた一回休憩を挟んで戦闘準備整える場所もある。十字のポータルで各4個倒すって感じですか？なんか右のマップが十字になってましたよ。そこはいろいろとありまして、きれいだ。気楽です。これは多分前の公園で。はい。頑張れー。頑張れー。きっとそろそろ早送り来るか。来た。あ、死んだ。大変やな。クジャクも大変やな。これメンバー強いっすね。強いな。まあ一応カンストなんで。この強さで、うん、おお、やっとクジャク倒れた。戻れ。残り2って書いてある、うん。上のマップが十字になってるから。ね。うん、誰だ。さあ。ああ鬼、うん、っていう感じで、まあ、うん、なんだろう、いろんなボスが出てくるって感じで強いっすなー。すげえな。とんでもない光景だな、うん、はい、ああ、はい、リアルタイムだと、あ、今早送りどころか今時間が飛んだぞ。2分ほど。こんだけ今3体目のボスなのに10分で倒してるって結構早いですよ。そうです、まあまあって感じな。多分強い人はもっと早いんじゃないですかね。急げ。さあラス1出た。白のボスだ。忙しい。飛んだ。時間が今飛んだ。20分とかだった。うわぁ、死にそう。やばい。この間に倒す瞬間を映せるか。セーフ。強えな、あいつ。敵強え。あ、あと誰だ。おた。という感じになって、まあ、経験値とかはそんなに、はい、こんな感じですか。そんな感じなんですけども、まあまあ多分いっぱい何度か死んでたりとか、まあ倒されてしまう、やられてしまったりとか、ほうほう、あと時間とか、うんうん、で報酬ちょっと変わってきます、ね。おお、かっこいい。うん、これがボスラッシュ、新テクニカル。新テクニカルですね、ボスラッシュっていう感じ。はい、じゃあ行きましょう。はい、次行きますか。マグルトさんどっちがいいですか。髪型みたい。あ、髪型、髪型が見たいです。じゃあ美容院行っちゃいましょうか。はい。あ、かわいい。 これありますか。これある。いや、あれ、これ初めてだから、ね、あんまり見ない気がする。ちょっと違う。かわいらしい。ロイヤルこれも可愛いらしい。これなかった。これ可愛い。あ、これ可愛い。裏であの、うん、あれだ。あみ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 みたいな感じのやつだ。うん、髪型多いな。うん、あ、これもなかった。エレガントロング。可愛い。あ、ロングだ。結構なロング。うん、アンダーショート。いますよね。こういう子結構いますよね。うん、ショートの種類増えましたね、これ。外羽ね。かわいい。外羽ね。外羽ね。ピンピンピン。かわいい。あ、
あ、色変わるともいいな。色は増えてないですね。まあ他にも、あ、かわいい。ちょっとご紹介っていう感じであるんですけど、まあ、他にもたくさん種類ある。あ、そうなんですね。髪型が増えました。はい、髪型増えました。これが、女性バージョンですね。めでるタイム。ぐるっと一周って感じですかね。はい、はい、男性いきましょう。黒茂ってる。てかなんかムスッとしてる顔も。すごいな、こういう顔の芸人さんいなかった。あ、います、ワッキー。あ、見てない、ペナルティーの、ペナルティー、ワッキーもわかる、うん、あ、すげえ髪型、すげえ すげえ髪型。なんか歌舞伎町いそう。ホストとかでいそうやな、こういうなんかイケイケ系の感じ。わあ。なんでベースの顔これなんすか。怒ってますよ。ジェントル。あ、すげえ。ジェントル。ヒゲ生えた？ヒゲ生えてます。ヒゲ生えたぞ、ヒゲ。すごい。これいいっすね。羊だ。うん、これ似合ってる。すげえ似合ってる。あ、ダンディ。服装とも合ってる。うん。あ、へぇー。羊だ。セバスチャン。一周だな。ですね、きっと。黒いだ。なんか、あの、このアングルやと、歯が白いみたいに見えますね。いいしてる。歯が命だな。ゆっくりね、うん、これトータルコーディネートですね。そうですね、まあ、上から下まで。で、多分こんなメガネして、あの、ああ、してる、肩メガネしてる、うん、さあ、本日ラストでございます。エモーション、エモーションです。動画3つございます、はい、1個目からいきましょうか。エモーションも今回結構いっぱい入れてます。今正座してた。はい、正座です。正座だ。すごい正座待機できる。なんかアイコンがあんまり正座っぽくないけど、座る種類のやつですね。横から見たらまた違うのかもしれない。払ってる。つまらぬものを切ってしまった。汚れ散ったぜみたいな。あ、お辞儀した。あ、丁寧なお辞儀。 お辞儀。あ、そうか、前は普通にこうやったけど手がついたんだ。いらっしゃいませー。やってた、これエレベーターがあるみたい。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。あれ、なんか、にゃんにゃん。にゃんにゃんだね。あ、にゃんにゃんだ。だからこのアバター着てるんだ。なんか私の中で今、すごいスプリングマオにちょっと見えました。おお、バク転？すごい。バク転イン。こんなホームランの時にバク転するしかないじゃないですか。あ、すっげえ、ちゃんとバク転すごいな。あ、かわいい。これはすごいの入れましたね。これすごいいいっすね。僕やってます。なかなか現実世界では挑発的な入り、うん、座り方が、聞いてる、これ聞いてる、はい、1個目の動画これで終わり、はい、でもまだまだいっぱいたくさんあるんで、さあ2個目いくぞ。出たよ。お、あ、細くダンスしてる、細くダンスしてる。これやばい。ポーディシカポーレオ。しかもなんかこんななんか威厳のある出立ちで細くダンス。どんなシーンで使うんやろな、細くダンス。あ、あ、え、行き倒れ、こけた、こけた。後ろから誰かにぶつかられたか。ジェントルマンがこけた。 あ、負傷した。やべえ、これ結構中二病ポーズですね。脱臼した。あ、脱臼か。やられたみたいな。俺のことはいい、先に行け。
ちょっと悔しがってる。結構動き激しい。すげえ悔しがってる。え、超すげえ。これ PVP で負けた後にするんですね。何これ。あの人形が糸切れたみたいな感じ。あ、なるほど。当たり。魂抜けたな、うん、さあこの動画のラストポーズか。なぜ壁に向かって。壁でまさかの、おお、待ち合わせ待ち合わせ。完全にこれデート待ってるわ、ね、彼女の到着を。でさっきのこれで入ってくる。お待たせ。ラストでございます。そういう感じになってます。あ、すごい。これお2周年マップイベントマップ。あ、出た。これ3人で何かやるパターンや。 あ、すげえ。あ、すげえ。アイドルだ。歌歌ってる。すげえ。真ん中は、すげえ。左右がおたげしてる。うん、これあるんですか。あ、やった。あ、あ、これ完全におたげだ。やべ、すげえ。キレが激しい。キレがいい。めっちゃいい。これすげえな。アイドルで完全におたげっすね、これ。ですね。おお、決めポーズまで合ってる。すげえ。一糸乱れぬ、うん、完璧な動き。これ撮るとき行くぞっつって、せーのっつっという感じになってます。タイミングバッチリ。はい、新しいエモーションがついた。すごい、すげえ。エモーションがまさかここまで見せるとは。すごいっすね。結構今回こだわって作ってますね。こだわりがありますね。アイドル、アイドル総選挙あったからこれバッチリですね。バッチリ。あ、狙った狙った、うん、すげえすげえ。アイドル側もすごかったし、うん、2人もすごいな。これ息合わせるの大変ですよね。え、みんなでせーのってやんなきゃ。おたげの場所欲しいっすね。あれすごかったな、うん、え、あの一連の流れが1個のエモーション、押してそれとも組み合わせ。組み合わせ。これ、組み合わせ。これが多分そうですよ。でもこれは入ってたのかな、確か。すごいな。私たちおたげあんまりね、そこまでがっつり馴染みないけど、うん、一種の憧れを持ってます。なんか踊できるようになりたい、うん。僕もちょっとわかんないんですけど、なんかこれ名前があるらしいですよね。わかんないですけど。名前があるんですか。お前やべえな、あそこでまさかローリングサンダー決めると思わなかった。そんな感じの名前が。そんな感じの。A パターンで行くでござるか。あるらしいですけど。きっとあるでしょうね。あれだけ洗練された世界ですからね。はい、でも相当キレキレでしたよ。キレ、やっぱキレが大事。使ってるなんかボブシス。な、サイリウム欲しいね。サイリウム欲しい。なんかそれ光ってるあれアバターとかわかんないですけど、つけるから。あ、パパパパナックルとか持って。あ、いやー、すごい。そんな感じでエモーション入ります。ちなみに皆様、あの、これで終わりじゃない。これ何段目でしたっけ。わかりません。6かな。皆さんまだあるんです。あとはですね、はい、そうですね、アップバンクさんに到着した後にできましたデータが届いた、届いた状態だったんですけど、行っちゃいますか。これ行っちゃいます。いいっすよ、全然行っちゃいます。今2周年のあの矢倉みたいなお祭りになってるじゃないですか、はいはい、あれが、後半戦があります。実は多分あのイベントやっていただいてる方だとあると思うんですけど、まだ行けない場所ってありますよね。きっとあの中にあるんですね。あるらしいんですけども、多分あるんですよ。まあ確認して、まだ行ったことないちょっと確認してもらって、まだやってない方で、それが、覗き込みましょう。こうなります。さっき出てて踊ってたところですね、うんうん、あ、夜だ。あ、もう祭りじゃん、うん、夏だな、うん。わあ、美しい。そういう感じになって、行けるようになってってことは、登れなかったんですか、今は。まだそのイベントマップにまだ我々行ってないんですけど、わかんないんですけど、
まあいろいろ多分どこかにきっとあるんですね。まあさらにもう一個深入りするで、で背景が夜になるのがもうちょっと経ったらですね、1周2周年のアップデートのあとちょっとしたらお祭りでアップデートをさらにお祭りのやかなんか休憩ができたっていう状態なんですね、はい、昼間なんですけれども、うん、変わります。ぜひとも皆さんさっき見せたエモーションを準備してみんなで集まるんだったらあそこ行こうぜみたいなそんな話ですね。盆踊りとかあったら面白いですよね。浴衣着たいなエモーションとかね、面白いですね。いやーすげえ、はい、2周年はあれですよ、で7月の26日26日です。でその時にニコ生もあります、うん、概要欄にいろいろと入れておきますのでぜひとも合わせてチェックくださいね、はい、じゃあ今日は以上で、以上ですけどまた明日、明日ですね、明日もうんうんうんすごいぐらいあるのかもしれないです。はい、1個のアプリなのによくもまあこれだけ、はい、はい、続きは明日でございます。はい、さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックス村井部ではさまざまな生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますのでそちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。